レオシュ・ヤナーチェク、レオシュ・ヤナーチェク、1854年7月3日から1928年8月12日は、モラビア、現在のチェコ東部出身の作曲家、モラビア地方の民族音楽研究から生み出された、発話旋律、または、旋律曲線と呼ばれる旋律を着想の材料とし、オペラをはじめ管弦楽曲、室内楽曲、ピアノ曲、合唱曲に、 多くの作品を残した。そのオペラ作品は、死後、1950年代に、オーストラリアの指揮者、チャールズ・マッテラスの尽力により、中部ヨーロッパの外に出て、1970年代以降広く世に知られるようになった。1854年7月3日、モラビア北部のという村で、父、ルジーと母、アマリアの10番目の子供、14人兄弟として誕生した。 祖父と父は共に教師で音楽家でもあった。11歳の時、ヤナーチェクの音楽的素養を見抜いていた父イルジーの移行によって、モラビアの首都ブルノにあるアウグスティノ会修道院付属の学校に入学し、同時に修道院の少年聖火隊員となった。聖火隊の指揮者であったパベル・クシーシュコフスキーは、ヤナーチェクの父イルジーの下で音楽の教育を受けた人物で、 ベドルジハスメタナと同時期に活動したチェコ音楽における重要人物とされる。ヤナーチェクは約4年または8年の間、クシーシュコフスキーの指導を受けた。1866年に父のイルジーが死去し、叔父のヤンの貢献を受けることになった。なお、ヤナーチェクは後に生まれ故郷のフクバルディに足しげく通うようになり、1921年には家を購入している。 1869年秋、ブルノ市のドイツ人中学校を卒業したヤナーチェクは、王立市範学校の教員養成科に入学し、音楽のほか歴史、地理、心理学で優れた成績を収めた。イーアンホースブルグは、ヤナーチェクのオペラ作品に登場人物に対する深い、理解が伺えることと心理学で良い成績を収めた、こととの関連性を指摘している。 1872年、3年間の教科過程を終了したヤナーチェクは、無給での教育実習を2年間課せられた。同じく1872年に、アウグスティの会修道院の聖火大福祉記者に就任。留守ガチであったクシーシュコフスキーに代わって、活動を取り仕切った。指導を受けた生徒の一人によると、ヤナーチェクは、気象が激しく、怒りっぽく、 発作的に怒りを爆発させていたという。1873年、スバトプルク合唱協会の指揮者に就任。イーアンホースブルグによると、スバトプルク合唱協会は主に職工によって構成されており、居酒屋に集まる労働者の歌唱クラブの意をあまり出なかったが、ヤナーチェクの熱意のおかげでその水準はかなり高まった。ヤナーチェクは、合唱協会のために4聖部の世俗家を、 作曲しており、イーアン・ホースブルグは、合唱協会の指揮者を務めたことと、工作や、儚い愛といった、初期作品のいくつかが無伴奏男性合唱のための作品であることとの関連性を指摘している。1874年、2年間の教育実習を、お絵最終試験に合格したヤナーチェックは、王立市範学校を卒業。この時ヤナーチェックが取得したのは、 チェック語が話される学校で地理と歴史を教える資格であり、音楽を教える資格ではなかった。ヤナーチェックが音楽の正教員としての資格を得たのは1890年5月のことである。また、当時多くの中東学校では、チェック語ではなく、ドイツ語が話されていた。ヤナーチェックは、王立師範学校長のエミリアン・シュルツに、プラハのオルガン学校で学ぶことを勧められ、 一年間の休暇が与えられた。出願に際し、死であるクシーシコフスキーは以下のような推薦状を書いた。プラハ滞在中、ヤナーチェクはアントニン・ドヴォルザークと出会って信仰を深め、その音楽を深く愛するようになった。また、ロシアを全スラブ民族の理想の源泉と位置づけて、親、ロシア的な情を抱くようになり、 ペテルブルク留学を志し独学でロシア語を学んだ。ヤナーチェクは後に生まれた二人の子供にロシア式の名をつけている。1918年に完成した公共的教師曲タラスブーリバはロシア人をスラブ民族の救済者であり指導者であるとみなす国家的情熱が反映された作品とされる。ヤナーチェクの最後のオペラ作品である死の家より ヒョードル・ドストエフスキーの小説、死の家の記録を、1921年初演のオペラ、カーチャ・カバノバーは、アレクサンドル・オストフスキーの儀曲をもとに制作されており、他に実行には映せなかったもののレフトルストイの小説、アンナカ・レーニナ、イケル・カバネを題材にしたオペラの制作を、計画していた。また1898年には、 ロシア愛好者協会を設立して1914年まで会長を務め、1909年にブルノのロシア文化サークルの会長を務めた。文芸評論家のアワズノリオは、ロシアの作曲家を除けばヤナーチェクほど、ロシアの文化や文学と強く結びついた作曲家はちょっと他に思いつかないと述べている。アワズは、ヤナーチェクの親、ロシア的な心情には、政治的な動機は、 全くなく、ロシアとか、チェコといった区別を超え、それらを共に包んだハンスラブ的なものへの無双による、ものであったと、咳している。ヤナーチェクは、教会音楽を中心としたオルガン学校の、教育課程を、極めて優れている成績で終了。1875年の夏をズノロビの王子のもとで、過ごした後、ブルノに戻った。ブルノに戻ったヤナーチェクは、 市範学校の臨時教員となり、アウグスティノ会修道院聖火隊とスバトプルク合唱協会の指揮を再開した。新たに、ブルノクラブ合唱協会聖火隊の指揮者にも就任し、多忙となったため1876年10月に、スバトプルク合唱協会の指揮者を辞任した。ブルノに戻ったヤナーチェクが手掛けた作品には、男性合唱曲の誠の愛、沈んだ花輪のほか、 初の企画作品である、還元合奏のための組曲、メロドラマ、チなどがある。イーアン・ホースブルグは、この時期のヤナーチェクを、平凡なな利益で作曲と編曲にも手を染めた、有能な教会音楽会場の存在であることを暗示するものは、まだそこには一切なかったと評している。やがてヤナーチェクは、基本的な音楽技能を向上させたいと思うように、 なり、1879年10月、王立主犯学校長、エミリアン・シュルツの勧めで、ライプツヒの音楽院に入学した。この時、ヤナーチェックは、シュルツの娘、ズデンカ・シュルゾバーと交際していた。音楽院でのヤナーチェックの評価は、並外れた才能に恵まれ、真面目で勤勉で、極めて有能で知的であり、稀に見る真剣さで勉強に熱中しているというもので、あったが、 ヤナーチェクは授業の内容に満足できず、1880年2月末にウィーンへ移った。イーアン・ホースブルグによると5ヶ月間のライプチヒ滞在中にヤナーチェクは、ルートビヒマン・ベートーベン、フランツ・シューベルト、ロベルト・シューマンの音楽に接しており、この時期に作曲された作品からは、その影響が伺える。ウィーン滞在中、ヤナーチェクは2つのコンクールにバイオリン・ソナタを出品したが、 あまりにも保守的であるとして高い評価を得ることはできず、一方音楽院の授業にも満足することができなかった。ライプツヒ、ウィーンでの滞在を通してヤナーチェックは、正規の教育を受ける必要は、もはやないという事実を痛感し、ウィーンからブルノへ戻った後、図ンカと婚約し、1881年7月13日に結婚。翌1882年8月に、 娘のオルガが誕生したが、直後に母アマリアとの同居を望むヤナーチェクに反発した図ンカが娘をレエンテに年間実家に戻るなど、当初から夫婦関係は不安定であった。また、民族主義者のヤナーチェクは、極めてドイツ的な図ンカの親族に当枠を覚えていた。ヤナーチェクの元へ戻った図ンカは、長男、ブラディミールを出産したがブラディミールは、昇熱にかかり、 1890年11月に2歳半で死去した。ブラディミールの死により、結婚、同居関係こそ解消されなかったものの、ヤナーチェク夫妻の結婚生活は事実上破綻した。なお、ズベンカは、ヤナーチェクの死後、ヤナーチェクとの生活と、こと回想録を残し、二人の関係について、率直に語っている。1882年9月、ヤナーチェクは、 ブルノに、オルガン学校、現在のヤナーチェク音楽院を設立した。この学校ではヤナーチェクが自ら音クリロを教えた。ほか、義父となったエミリアン・シュルツが心理学を教えた。学校の教育過程は3年間で、目的は、教会音楽の技能の質を高めることであった。これについてイアン・ホースブルングは、プラハオルガン学校の規則を手本としていたことは、明らかとしている。 同じく1882年9月、ブルノクラブ合唱協会運営の若い歌手とバイオリニストのための学校が、ヤナーチェクの計画に基づき設立されると、その責任者に就任した。アウグスティの会修道院生課隊の指揮者にも復帰し、さらに1884年11月に、音楽雑誌、ブデブニーリスティを、創刊、編集者を務めた。ヤナーチェクは、 ウルノクラブ合唱協会内部から批判を浴び、1889年以降、聖歌隊の指揮者と若い歌手とバイオリニストのための学校の運営責任者から退いた。この時期のヤナーチェクは多くの仕事や夫婦間の圧力を抱え、1881年から1888年にかけて作曲したのは4つの男性合唱曲などいくつかの合唱曲のみである。 ユリウス・ゼエーエルの擬曲を原作とするオペラ、シャールカの作曲にも取り掛かったが、ゼエーエルから詩の使用許可を得ることができず、頓挫した。シャールカが完成したのは、ゼエーエルが1901年に死去し、その作品がチェコアカデミーに依存された後のことである。1886年、ヤナー・チェクは民族音楽を研究していた民族学者、フランキシェク・バルト氏と親交を深め、 バルト州に協力して民族音楽と民族舞踊の収集、分析作業を行うようになった。作業を進める中でヤナーチェックは民族音楽の技法に見せられていき、民族音楽を採集することにとどまらず編集、観光し、さらには自らの企画作品に活用するようになった。ヤナーチェックはモラビアの民謡に特に強い関心を抱いた。内藤久子は ヤナーチェクは民謡を民衆の生を包み込む、まさに生きた歌と捉え、芸術音楽が唯一民謡から発展することを確信していたと主張している。19世紀末から20世紀初頭にかけ、ヤナーチェクは作曲家としてよりも民族音楽学者として長が通っていたと言われる。1889年から1890年にかけて作曲されたラシュスコブ曲は、 編曲、最終を除き、民族音楽の影響が伺える、初の作品とされる。イーアンホースブルグは、ラシュスコ部曲について、以下のように表している。特色の重要性はいくら強調してもしすぎることはない。この比較的初期の作品においてヤナーチェクは、後の作品で発展させていく旋律とリズムの相意を身につけていたことを既に示していた。 1891年にはオペラ、物語の始まりが完成。この作品は、モラビア人が、モラビアの民族的資料に基づいて作曲した初のオペラであった。イー・アンホースブルグは、物語の始まりの重要性は、その質がどうあれ。ここで、ヤナーチェクが、音楽の点でも、題材の点でも、シャールカのロマン主義を断固として放棄したことである、表している。 音楽学者の内藤久子は、ヤナーチェクは、この頃から固有の語法を確立していったと考察している。1891年を境に、ヤナーチェクは、民族音楽の旋律を作品中に直接用いる手法を用いなくなった。イアンホースブルグによると、1894年完成の序曲、嫉妬、1896年完成の宗教曲、 主よ、我らを憐れみたまえ、1898年完成の、カンタータ、アマールス、1901年完成の宗教曲、主の祈りといった作品に、そのような傾向が、はっきりと認められ、1903年完成のオペラ、イェヌーファへと繋がる。イェヌーファは、ガブリエラ・プライソバーによる擬曲、彼女の幼女の法案をもとにした作品で、この擬曲は、モラビアの村を舞台とし、 さらに、モラビア方言で書かれている点に特徴があり、ヤナーチェクが独自の語法を確立した作品として知られる。ヤナーチェクは1894年から、イェヌーファの制作に取り掛かっていた。イェヌーファは、子供の死にまつわる悲劇を描いた作品であるが、完成の直前、ヤナーチェクは、実際に、娘のオルガを病で失っている。死の間際の願いは、 イェヌーファの全曲の演奏を聴きたいというもので、願いが叶えられた5日後にオルガは死去した。ヤナーチェクは、プラハでの初演を望んだが果たせず、1904年1月に、ブルノの仮設劇場で上演された。地元での評価は、極めて高かったが、プラハの批評家たちは、ほとんど公然と敵意を示した。イーアン・ホースブルグは、当時のヤナーチェクについて、プラハにおいては、彼は、 幾分冷ややかに作曲家と見られていたが、それよりもわずかに敬意を込めて民族学者と考えられていたのだた。オペラ劇場やコンサートホールでの手強い競争者というよりも民族学者としての知識を身につけている二流の地方の作曲家であるという見方が、プラハではなおも一般的であったとしている。1904年9月、ヤナーチェクは王立師範学校の教員を辞職した。 イエヌ・ーファの完成から数ヶ月でヤナーチェクは、オペラ、運命の制作に乗り出し、半年で完成させた。イーアン・ホースブルグによるとこの作品は、然るべき方向に進めることができなかった失敗作、であった。台本の書き直しを模索するなど上演を躊躇する、うちに第一次世界大戦が勃発して上演が、不可能となり、没後30年にあたる1958年に、 初めて舞台で上演された。1906年から1909年にかけ、ヤナーチェクは、モラビア教員合唱団のために3つの男性合唱曲、ハルファール先生、マルイチカマグドーノは7万年を作曲しており、これらはヤナーチェクの男性合唱曲の頂点を極めた傑作と評されている。1904年、ワルシャワ音楽院院長就任を打診される。 新ロカのヤナーチェクはこの話に前向きであったが、立ち消えとなった。1905年10月1日、ブルノでチェ個人のための大学創立を要求するデモ軍隊が衝突し一人の労働者が死亡する事件が起こると、ヤナーチェクは猛烈に起こり、ピアノソナタ、1905年10月1日街頭にて、を作曲した。1916年5月26日、 かつて果たされなかったプラハでのイエヌーハ上演が実現した。上演が実現しなかった要因の一つとして、プラハ国民劇場の主席指揮者がヤナーチェクに対し悪感情を抱えていたことが挙げられる。1887年、ヤナーチェクはコバルジョビツのオペラ、花嫁を威嚇的な暗さと絶望的な悲鳴に満ち、探検が振り回される、いわゆる音楽。 不安定な和音と動揺する聴感覚を備えた、序曲は、音楽的才能をかなり耳を悪くしてしまう、才能マイナスを証明していると酷評していた。事態が打開したのは、ヤナーチェクの友人ベセリー夫妻のコバルジョビズに対する、説得が功を奏したからであった。プラハ国民劇場での上演は、イーアンホースブルグ曰く、度疑問を抜くような成功で、その後ウィーン、ケルン、 フランクフルト、リブラナ、ポズナニ、リボフ、バーゼル、ベルリン、ザクレブなどで上演された。プラハでの上演後、ヤナーチェクは、ヨゼフ・ボフスラフ・ヘルステルへの手紙で次のように述べている。この言葉通り、ヤナーチェクは、プラハでの、イェヌーファ上演以降、精力的に作品を作り出していった。イー・アンホースブルグはこれを、異常な力と独創性を備えた音楽が、 万華鏡用にほとばしりで、他と評している。1917年夏、ヤナーチェクは二人の子供を持つ38歳歳年下の、既婚女性、カミラシュテスロバートで会い、魅了された。以降ヤナーチェクは、生涯にわたり、カミラに対し熱烈に手紙を送り続け、その数は11年間で600通以上に及ぶ。カミラが住む南ボヘミアのピーセクを訪れ家に泊まる。 こともあったが、両者に肉体関係はなかったとされる。カミラの存在は、晩年の活動に多大な影響を与えたと考えられており、例えば、消えた男の日記は若者が、ゼフカという名のジプシーに恋をする連作家局であるが、ヤナーチェクはカミラに対し、日記を作曲している間、あなたのことしか考えませんでした。あなたはゼフカであったのです。と書いた手紙を送っている。 また、還元楽曲、シンホニエッタは、カミラの前で構想が立てられた。1918年、チェコスロバキアが、オーストリアイコール、ハンガリー帝国から独立。1919年、新政府が、ヤナーチェクが設立したオルガン学校を、国立音楽院としたが、その院長には、ヤナーチェクではなく弟子のヤンクンツが抜擢され、ヤナーチェクはショックを受けたとされる。 1926年に完成した還元楽曲シンホニエッタは独立を果たしたチェコスロバーに対する誇りが反映された作品でチェコスロバキア共和国軍に捧げられた。1920年にプラハで上演されたプロチェック氏の旅行はヤナーチェックが手掛けたオペラ作品の中で唯一初演がプラハで行われた作品であり、さらに初めて作家に頼らず独力で台本を 完成させスタイルを確立させるきっかけをつかんだ作品である。プローチェック氏の旅行より後に制作された4つ、オペラ、カーチャカバノバー、利口なメギツネの物語、マクロプロス事件、死者の家からはすべて、ヤナーチェック自身が台本を手がけた。和田渡るはその理由を、ヤナーチェックが目指した、できる限り自然な楽曲形成を行うためにはそれ、 ふさわしいセリフが必要であったからだとしている。なお、イーアンホースブルグによるとこのうち、カーチャ・カバノバー、利口なメギツネの物語、マクロプロス事件は、ヤナーチェクがカミラを通じてかいまた女性が持つ三つの顔を描いた三部作で、カーチャ・カバノバーは、苦悩に満ちた情熱を、利口なメギツネの物語は、自然な天真爛漫さを、マクロプロス事件は、冷たい不自然な美を描いている。 ホースブルグはマクロプロス事件と死者の家からについてヤナーチェクの主題の展開と探求の体系が究極的な豊かさに到達しておりオペラ化が極めて難しい物語がかえって彼の豊かな才能を十分に引き出していると評している。1920年ヤナーチェクはプラハ音楽院ブルノ文校の教員となり1925年まで作曲を教えた。 1928年7月30日、カミラシュテスロバートその夫ダービト、そして11歳になるカミラの息子の3人を招待して、故郷、フクバルディに出かけた。ダービトは、商用のため数日で帰宅したため、ヤナーチェクは3人で休暇を過ごしていたが、この滞在中ヤナーチェクは死に至る肺炎にかかった。カミラの息子が迷子になったと思い込み、 森の中へ探しに入ったのが原因と言われている。8月12日の夜、ヤナーチェクは肺炎により、オストラワで息を引き取り、同月15日に、ブルノで抗争が取り行われた。妻の図殿下は連絡の遅れによりヤナーチェクの死に目に会えなかった。さらに、死の直前、ヤナーチェクは遺書カミラに有利な内容に書き換えていたため、 カミラと図展化は激しく対立することとなった。死のおよそ2ヶ月前の1928年5月、ヤナーチェクは、オペラ、死の家より、を完成させている。完成前の1927年11月と1928年5月に、カミラ宛ての手紙でヤナーチェクは、以下のように述べている。同年2月19日に完成した、弦楽史重奏曲、第2番。 内緒の手紙は、カミラへの愛が表現された最後の作品と考えられている。チェコの音楽学者ジェビス・ロージルは、ヤナー・チェクの作品に、モラビアのフォークロア、民族音楽を活用し、あるいは摂取して、地方性を強く芸術作品に表出しようとする、動きと濃厚なラビアの地方色を見出し、フランチシェクス・シル、パベル・クシーシュコフスキー、アロイス・ハーバと共に、 ヤナーチェクを音楽のモラビズム、モラビア主義の系譜に属する音楽家であると評価している。ヤナーチェクは民族音楽と芸術音楽は一つの管で繋がっているようなものであると考えた。ヤナーチェクは芸術音楽が唯一民謡から発展すると確信し、モラビア民謡から音楽の基礎へ得,得したと言われており、その作品は モラビアの民族音楽から強い影響を受けた。ドイツの音楽批評家、ハンス・ハインツ・シュトゥケン・シュミットは、ヤナーチェクが目指したものは、民謡の精神に基づく現代音楽の刷新であったと述べている。ヤナーチェクは民謡を直接引用するのではなく、その構造を科学的に分析して、独自の語法を得得しようとした。現在のチェコは大きく分けて、 ベドルジハスメタナやドボルザークの生まれたボヘミア、西部とヤナーチェックの生まれたモラビア、東部という歴史的地域から成り立っているが、両者の間には文化においても違いがある。ボヘミアが、いつも多分に、西ヨーロッパの一部で、一層と開封で豊かなのに対し、モラビアは、スラブ系特有の東洋との同一性を保持し、本質的に農村と評される。音楽についても、ボヘミアの音楽が、 単純な火星と規則的なリズムのパターンと超的構造、厳格で規則正しい表紙を有するのに対し、モラビア、とりわけ、ワラキア、ラキアなどスロバキアに近い東部の音楽は規則性がなく自由な旋律によって構成される。また、ボヘミアの音楽には蝶々のものが多く、モラビアの音楽には単調のものが多い。ボヘミアの音楽は舞踊に適するが、 モラビアの音楽は適さないとされる。ヤナーチェクは、チェコの音楽史において、スラブ人民のためのチェコ音楽の創造を目指し、モラビア地方の所要素を、自らのうちに正当化しつつ、地方レベルの音楽から、モラビアの地方性に基づく、国民音楽へ、さらには20世紀における世界的水準に至る、現代音楽へと、創作の意味内容と価値を消化させたと評される。ヤナーチェクは、 スメタナの音楽の持つボヘミアマトを西欧音楽、ドイツ音楽に傾斜し、モラビアの地方性や民族性を含む反スラブ主義の理想を強化、つものとみなし、モラビアの伝統文化こそが西スラブ民族であるチェコ人の音楽を象徴するものであると得た。内藤久子は、ヤナーチェクは西洋としてのチェコ音楽ではなく、スラブ民族としてのチェコ民衆の音楽を通して、 見出される、表現領域、西洋文化の影響がどちらかといえば希薄な、南東モラビアのスロバーツコ地方や、東モラビアのラシュスコおよび、バラシュコ地方の民族音楽にこそ、スラビ人としてのアイデンティティを見出したのだと述べている。モラビア出身の音楽学者ジェイビスロージルは、西洋音楽の枠にとらわれなかった、ヤナーチェクこそ、真のスラブ民族の音楽樹立しようとした人物で、 あり、ヤナーチェクの出現によって、本当の意味でのチェコ国民音楽の発展が始まったのだと述べている。モラビア民謡では旋律を3度や6度で重ねることがある。ヤナーチェクは部分的にこの手法を用いることで効果を上げている。これはボヘミア民謡にも共通の特徴であり、ヤナーチェクに先行するスメタナやドボルザークもしばしば用いているものである。 イーアンホースブルグは、ヤナーチャクがこの手法を用いた場合について、最大の道場が込められた瞬間においては、過酷な音楽との対比において、突然きらめく日の光のように際立っていると評し、例として、オペラ、死の家より、大一幕冒頭を挙げている。ヤナーチャクは民謡を研究する中で、モラビア、とりわけ東部の民謡が、話し言葉、の抑揚から生まれると考え、 オペラ、イエヌーファ作曲中の1897年以降、人間の心の動きの現れである話し言葉の抑揚を言葉の意味と関連させて楽譜に移し取った、旋律、旋律曲線、または発話旋律を収集し、作曲の際の参考とするようになった。ヤナーチェクは、発話旋律について、魂を覗き見るための窓、人間のある、 瞬間の忠実な音楽的描写であり、人間の心と、その全存在のある、一瞬の写真である、生なるもののすべてを映し出す鏡、発話旋律の中にのみ、チェコ語による劇的な旋律の真の判例が多く、見出されると述べている。収集の対象は、娘のオルガの臨終の床での言葉や、動物の鳴き声にも及んだ。このことについて、和田渡るは、 偉大な自然の理法に従って生きる人間や動物の言語のいわば真相構造に迫ろうとするヤナーチェクの並々ならぬ熱意を示していると評している。ヤナーチェクの楽曲の特徴は旋律曲線または発話旋律を参考にした少数の角となる動機の反復と変容から全体が植物が茂ってゆくうな独自のパターンを確立している点にあると言われている。 ヤナーチェクは収集した発話旋律を着想を得るための材料にはしたが、そのまま楽曲に活用することはしなかった。この点について、ヤナーチェク自身は次のように述べている。ヤナーチェクがオペラの作曲で用いたプロセスは以下の通りである。前述のように二流の地方の作曲家であり、プラハにおいては彼は幾分冷ややかに作曲家と見られていたが、それよりも、 わずかに敬意を込めて民族学者と考えられていた柳チェの知名度は1916年にオペラ、イェヌーファのプラハでの上演を成功させたことにより大きく広がり、1920年代に入るとブルノやプラハでオペラ作品が次々と上演されるようになった。ただし母国以外で作品が上演されたのは主にドイツで上演される作品はほぼイェヌーファと カーチャカバノバーに限られていた。英語圏では1919 19年にロンドンで模様されたチェコスロバキア音楽祭で男性合唱曲マリーチカ・マグドーノバが演奏された後、ローザニュー・マーチの尽力によって1922年にロンドンのウィグアホールで消えた男の日記が、1926年にはウィグモアホールで弦楽四重奏曲第1番など4曲が、 1928年にロンドンのクイーンズホールでシンホニエッタが1928年にノリッチでグランゴルミサが演奏、上演されたがほとんど関心を示されなかった。アメリカでは1924年12月6日にニューヨークのメトロポリタン歌劇場でオペラ、イェヌ・ファドイツ語役が上演された時、イギリスの批評家アーネスト・ニューマンはこの上演を 明らかに素人に毛が生えた程度の男の作品としか思えない音楽と酷評し、他にも多くの批評家がヤナーチェクの馴染みのない様式に当惑した。音楽評論家の相沢慶三はオペラ史におけるヤナーチェクの位置づけについて以下のように表している。相沢は1992年発行の著書オペラの快楽において、 ヤナーチェクのオペラが広く世に知られるようになったのは1970年代以降であるが、チェコ語で書かれた9曲中、少なくとも5曲か6曲箱から世界中のオペラハウスのレパートリーとして歓迎されるようになるでしょうと述べている。ヤナーチェクの死後の1951年、オーストラリアの指揮者、チャールズ・マッケラスの尽力により、オペラ、カーチャ・カバノバーが、 初めてサドラーズウェルズ劇場で上演されたのを皮切りにヤナーチェクに対する最も熱狂的な支持がイギリスで巻き起こった。イギリスでは主要なオペラがすべて上演されたほかオペラ以外の作品に対する関心も高まりつつある。音楽評論家の相沢慶蔵はヤナーチェクのオペラが中部ヨーロッパから外に出るようになったのはマッケラスの功績であると評している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。